こちらは独占、ライバル続々ルローニケンシン最新映像。佐藤健さん主演の大ヒット映画ルローニケンシン、その待望の続編京都大火編伝説の最後編の最新映像が届きました。目覚まし独占でお届けいたします。そしてさよなら。そんなもんか。主人公剣心の前に立ち塞がるのは藤原竜也さん演じる最強の敵獅子王。最新映像では獅子王のアジトでクライマックスの舞台でもある戦艦煉獄の全貌が明らかに。さらに個性豊かなライバルたちとの対決も見逃せません。最強の名にかけて貴様の首を頂戴する。強ければ生き、弱ければ死ぬだけだ。京都大火編は8月1日公開、伝説の最後編は9月13日公開です。